よう来たの、ちゃんます。逃げ出さずにやってきた度胸は褒めてやんよ。この激エモ番長なぎこさんの挑戦から逃げ出さなかったことだけはの。聞くところによればちゃんます、また妻とか恋人とか増えたらしいの。そして今年のバレンタインも当然のごとくモテまくりのチョコもらいまくり、さらにチョコ以外にもいろんなお返し、なんか象とかもらってるって話だけど、実際どうなんですかその辺。徳の高いお坊様みたいな慈愛に満ちた目をしやがって、その全方向にマジ感謝していくスタイル、バレンタインでは命取りになるからな。だがそれもこれもそこいらのシャバ像であればの話だ。もしもだぜ、もしちゃんますにみんなの真心を全部受け止めるだけのでっけえ器があるって言うんならよ、今からあたしちゃんと勝負して実力でそいつを証明してもらおうかい。これはいわばあたしちゃんとちゃんます互いの誇りをかけた一戦ってわけさ。あたしちゃんに勝つことができたならその時は認めてやってもいいんだぜ、あんたの器ってやつをな。決まってるじゃんか、ちゃんますがもらったチョコは全部あたしちゃんが食べる。それはそれで後が怖いので、お互いリスクは五分五分というところだな。さあちゃんます、おしゃべりはここまでだぜ、始めるか、世界の命運をかけたラストバトル。行くぞ。やたら強くね、なんかズルしてね。くぅ、たかだか20連勝くらいで勝った気になるなよちゃんます。行くぞティエンガオカドスコイノスケ、こいつで真のラストバトルじゃーい。やっぱ見せてもらったぜちゃんますの強さを、その器のでかさってやつを。そして認めるよ、あたしちゃんの完敗だ。あー肩こった、やっぱ疲れるわバーサーか。んじゃ改めまして、勝者のちゃんますにはこの豪華商品を贈呈します。ハッピーバレンタイン。
いや、紙相撲は普通に負けたのだが、それはひとまず置いといて、何か一言言ってやりたい。でもチョコも受け取らせたい。そんな複雑な私ちゃん心っていうか、なんていうか、勘違いすんなよ。別にお前のために朝から頑張って用意してたわけじゃねえからな。いや違った、すっげえ頑張ったから感謝して食べて。ま、本当のところ器があるとかないとかどうでもいいんだよね。どうせちゃんマスは重量制限とか考えないで何もかもみんな抱え込んじゃうんでしょ。でもそうやって大切なものをうんと抱えてると足元がよく見えなかったりするからさ、何かの拍子にすっ転んで大怪我する前に八方美人はそろそろやめときな。それとも一つも取りこぼしたくないっていうなら今まで以上に踏ん張ってみせないとね。その気があるなら簡単に倒れちゃダメだぜ、ちゃんます山。ま、でも、もしも、もう立ってられないって時には、いつでもあたしちゃんを呼びなよ。なぎこさんのここは、いつでも開けておくからよ。なんつってな！忘れてた、あたしちゃん特製チョコ。それ早く食べないと溶けちゃうじゃん。今からここで食べちゃおうぜ。それマジで気合い入れてっから、我ながらいい出来っつうか自信作。いやー、センス光ってるわ。パティシエ界のてっぺん取れちゃうわ。食べ飽きないようにいろんな種類を組み合わせてみたりしてさ。あたしちゃんのおすすめはね、ほら、ここのミントとストロベリーの。いや、ほんと、マジで美味しそうでやばね。ああ。ちゃんます、そのチョコ、半分ちょうだい。え、ほんとに？ちゃんますってば話がわかる。それじゃあ早速半分にカットしてと。はい、さすがだぜちゃんマス。下半分はトーストしか残らないと、その事実に気づくとは。どうやらここはチョコレートをかけて真のラストバトルしかなさそうだぜ。